寺小屋の窓から赤い着物の女がこっち見てんの。俺もギョッとしちゃって、でも気になったんで恐る恐る聞いてみたの。何やってんのこんな時間にって。そしたらその女ニヤッと笑ってさ、マヨネーズが足りないんだけど。何してんだてめえこんな時間に。ジョギング。嘘をつくんじゃねえ。なんだこいつら、サーカスでもやるのか。いや、礼を払ってもらおうと思ってな。おいおい冗談だろ、こんなうさんくさい連中。おお、あらお兄さん背中に。なんだよ背中に。なんだよ。あれもダメだな。何こちゃん、切っていい、切っていい。お前の体に霊を下ろして除霊するから。ちょっと待ってください。あの除霊ってどうやるんですか。お前ごとしばく。アイスの当たりくじ何回も偽装して騙したから怒ってんだ。どうしよう。心配いらねえよ、俺たちを解放して水を与えれば全部水に流すってよ。そうか、わかりやした。じゃあこれ鼻から飲んでください。なにこれ、なんだか懐かしい感覚。昔プールで溺れた時の感覚。え、なに、オタク幽霊なんて信じてるの。痛いよ。お母さん、ここに頭怪我した人がいるよ。お前いつか殺してやるからな。まさか土方さんも見たんですかい、赤い着物の女。わからねえ、だが妙なもんの気配は感じた。ありゃ多分人間じゃねえ。痛いよお父さん。絆創膏持ってきて、できるだけ大きな人一人包み込めるくらいの。おめえら打ち合わせでもしたのか。あ、おらな、幽霊なんて非科学的なもんは信じねえ。ムー大陸はあると信じてるかな。アホらしい、付き合いきれねえや。てめえら帰るぞ。銀さん。ん？何ですかこれ。あ、赤い着物の女。何やってんすか銀さん。ん？土方さん、何をやってるんですかい。いや、あのマヨネーズ王国の入り口が。なんだおい。驚かそうったって無駄だぜ。同じ手は食うかよ。おい、しつけえぞ。たく、手の込んだ嫌がらせを。これだからガキは引っかかるかってんだよ。こんばんは。俺、ちょっと待て、おいなんか後ろ重くねえか。シャン、俺はシャン。いや、乗ってるって。だって重いもんこれ。無知性な、自分で確認すればいいだろうが。お前ちょっとぐらい見てくれてもいいんじゃねえの。ちょっと待って、腰を。せーので二人同時に振り向け。お前絶対見ろよ、裏切るなよ、絶対見ろよ。せーの。ここ、この間は上等じゃねえか。よーし、じゃあお前は奴を引きつけろ。俺はあれするから。おいえ、あれするからってなんだ。エスケープか、ずらかるつもりだ。どうもすいませんでした。私、地球でいういわゆる蚊みたいなアマントで、最近会社の上司との間に子供ができちゃって、この子を産むためにエネルギーが必要だったんです。あの人には家庭があるから、私一人でこの子育てようって。でも私強くなりたかったの、この子育てるために強くなりたかったの。すいません、その顔の影強くするのやめてくれませんか。